偽化石の例、植物のように見える忍ぶ石偽化石は、生物の化石でも、印象化石でもない、化石と誤られる鉱物である。鉱物が複雑な生物の構造に、そっくりな様相を呈しているため生物であると、誤解されやすい。例えば酸化マンガンは樹木に類似した特徴的な結晶を作る。身近な例では窓についた霜の樹状結晶がある。 業界もまた化石と見誤られ、時に化石を含むこともあるが、通常はそれ自体、化石ではない。石灰岩の中のチャート段階もしばしば化石に似た、形をとる。高鉄鉱の円盤や小柱はしばしばタコの枕の、化石に見誤られる。感激、流気、気泡のようなものは、本物の化石と見分けがつきがたい。化石か偽化石か見分けのつかない標本は、 W.O. f フォッセルと呼ばれる。特定の形態が偽物なのか化石なのかを判断する、議論は長く難しくなり得る。例えばエオゾーンは先カンブリア時代に編成した、複雑に入り組んだ創造の宝海石である。これはもともと知られる中で最古の巨大原生動物化石の一部だと考えられていた。その後ベスビオ山で類似した構造が見つかり、 これが高温の物理化学変化によって形成されると分かった。ありがとうございます。